私たちも全試合一生懸命応援していきます。皆さんも一緒に応援してくれますか？ありがとうございます。今日は短い時間ですが、一緒に楽しんでいってくださいね。それではここでメンバー紹介をしていきたいと思います。改めまして、ファイターズガールの咲です。今日は背番号31番。皆さん誰の背番号だか分かりますか？そうです、小屋の選手の背番号をつけています。今日の試合でもたくさん活躍してくれるように一生懸命応援したいと思います。皆さんこんにちは、ファイターズガールの春菜です。今日は背番号11番をつけています。皆さんもうお分かりですよね。そうです、ダルビッシュ有選手です。ダルビッシュ選手は明日の試合で先発復帰されることが決定しました。これからもリーグ優勝に向けてますます頑張ってもらえるように、皆さん私たちと一緒に応援しましょう。皆さんこんにちは、ファイターズガールのさやかです。今日の私の背番号は8番をつけています。皆さん誰だか分かりますか？そうです、金子誠選手をつけています。金子誠選手は今年も攻守ともに魅力あふれるプレーでファイターズの試合を盛り上げてくれています。これからもリーグ優勝に向けて私たちも精一杯金子誠選手の活躍を期待して応援しましょう。皆さんこんにちは、ファイターズガールの水木です。今日は背番号3番をつけています。皆さん誰だか分かりますよね？そうです、健介選手です。健介選手はピンクリボンの活動をしていて、私たち女性の味方ですよね。2年ぶりのリーグ優勝へ、そしてクライマックスシリーズへ向け、一戦一戦しっかりと勝ってもらえるよう私たちと一緒に応援してください。皆さんこんにちは、ファイターズガールのエリカです。今日は背番号28番つけてきました。皆さんもちろんどの選手か分かりますよね？そうです、大野翔太選手です。大野選手は今季ドラフト1位で入団し、田下監督の期待通りとっても大きな活躍をしてくれています。優勝に向け大切な星となっているなると思いますので、皆さんこれからも一緒に大野選手を支え応援していきましょう。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ファイターズガールのあずさです。今日は背番号41番。皆さんも誰だか分かりますよね？そうです、稲葉篤紀選手です。稲葉選手といえばやっぱり稲葉ジャンプですよね。今日の試合でもみんなで稲葉ジャンプをしてファイターズを盛り上げていきましょう。はい、それではいつも私たちが試合中に8回表終了後に踊っているテキラダンス、これを今日は皆さんと一緒に踊りたいと思います。皆さん一緒に踊ってくれますか？はい、ありがとうございます。はい、それでは皆さん動ける位置に行って立ってもらってもいいですかね。私たちと一緒に踊ってください、テキーラを。